やっちゃうよ、ドズルです。そしてやっちゃうよ、ライジョです。ありがとうございます。ありがとうございます。あら、いきますね、はい、今日も来ていただいてありがとうございます。お疲れ様でございます。まあね、最近はい、ライジョン先生とよくコラボさせていただくんですけれども、はい、まあ、なんかよくバトルじゃないですか。そうですね、動画の中でクラロワバトルをやらせていただくんですけども、はい、なんかもう実力結構トントンなんじゃないかなという噂がね、いろんなところで囁かれてると。なるほどあとちょっとかなというところで、まあ、今日はちょうどいいハンデをね、はい、ちょうどいいハンデもできたんですか今日はね、くじをご用意いたしました。はい、なるほど。こちらのくじ、くじ、こちらの4枚には、はい、プロ選手じゃないユーチューバーの名前が書かれています。おー、なるほどなるほど。はいはいはい。そしてこちらにはプロ選手のユーチューバーの名前が書かれております。まあユーチューバー上げてるプロ選手。なるほどなるほど。名前が書かれております。本日はプロ選手のデッキを使ったドズルバーサス、はい、プロじゃないユーチューバーのデッキを使ったライキジョーンズ選手、はい、トントン説でございます。あざす。なわけないでしょ。なわけがないでしょ。ええ、ちょっと面白いデッキを紹介してることもあるじゃないですか。はい、言うて何のデッキを紹介してるかわかりません。で、はい、最新動画で。はい、最新動画で紹介しているデッキでバトルでございます。いいですか。はい、じゃあ私1本目いきますよ。どれでもピッ、これでいきます。私は1人目、ラット選手でございました。でしょうね。1人目ボンジュールさん。棒だけ見えたんですよ。棒だけ。ほかなこれみたいなの。私の、ラットさんの最新動画、クランはディガーの位置を完璧に当てる世界のスーパープレイ。あ、出た。はいはいはい。じゃあボンさんの、はい、最新動画、はい、裏神々への挑戦、はいはい、都合によりアップできなかった動画を公開しちゃいますそれももう没動画上げてるだけ。なるほど、はいはい、何でか、はい、神々の挑戦9ヶ月前のデッキでしょ、はい、なんだろう、何で上げてたってことさ、はい、あ、分かった、あれだったおそらく、分かんないですけど、おそらく金だけ。さあ、ラットパイセン力を借ります。ラットパイセンかっこハービー選手だけど、ラットデッキじゃないよしか、いや絶対これあれだ、オーブンディガーバルーンだった気がする。いや覚えてますね。ここはなあ、早いな早いな。オーブンディガーネクロか、ネクロがいたわ。ネクロがいて、これスケ、あ、マスクか。なるほど。救われましたね。え、救われました。いや、ネクロだったら終わってるじゃないですか。確かに。はい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 。確かにネクロだと。オッケーオッケーオッケー。おー、美味しい。美味しい。美味しい。もう一発。まあ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 。よし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 。よしよし。まあ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 。あ、全然いいの。よし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 。あれ？リード中ですね。まあ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 。あ、でもボンさんのデッキも別に悪いデッキじゃないですよね、言うて。映画な映画なはいはいはい。これは大型呪文ないんですよ。これで受けつつ、はい、いやいいね、ディガーうまく使いたいな。はいはい、怖い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 。いや、うまいんじゃね？ブーンちょっと、はいはい、まあ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 、とはいえとはいえとはいえね。あー、いいな、強いな、うまいな。これどうしたもんかな。これ使っちゃうと、はい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 、勝ちですね。え、もうか、もう勝ち筋見えてるんですか。嘘でしょそんなことある、このタイミングで。あ、気をつけ、こっち。はいはいはい、やばいやばいやばい。いやー、マスケー。
やばいやばいやばい、ちょっと待って、本当にやばい。おい、広い広い広い、よし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 、なんでだよ、よし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 、とはいきつい、とはいきつい、よし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 、オッケー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 、いやー、なんとかなんとか、まあ、なんで負けんの、なんでですかね。いやまだ参る、まだ参る、参れない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 、あーちょっと待ってよー、いや、よし、ふえやっぱ、やっぱ余裕だったかな、なんでなってるのかなこれ、まあでも、なってるんでしょうね、なんでになってるけど、やっぱ僕が勝ってしまう、そういうことですけど、ピッケンツリー選手、ピッ、おマダタビ選手、いや、この人いろんなデッキ使いますからね、幅が広いで有名ですからね、マダタビ選手ね、私のタイトル、初心者に三種の神器の使い方を伝授します、勝負の鍵はマジアチャ連盟、はいはい、タイトル名、10秒デッキは諦めた振り戦法が強すぎるって10年前から言われてる。いきます、いつでもお願いします。さあ始まりました、これ勝ちてぇな、ちょっとここチャンスだからな、当然初戦順もあります、いやないっすね、ってことはあるやつな、ね、普通に勝つっていう選択肢もあるんでね、実はバレちゃった、実は普通に勝つ派すからね俺あ、普通に勝つ派なんですね、はい、怖え、呪文使うと怖えな、どうさん使いすぎじゃないですか呪文大丈夫ですか、大丈夫大丈夫です、まだ仕掛けてこない、言うて、やばい、ちょこれよ、よし、まあ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 、結構なんでや、ナイス、なんでや、いいよ、気合入ってるよ、よし、まあまあ、いやむずっ、ロケットが厄介やな、デフの切り方難しすぎ簡単なデッキではないでしょどう見てもどう見ても簡単ではない、難しすぎ、よしよし、あそこ届くか、なんで、おいしいおいしい、それ使ってないですか、いや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 、訓練されてるんで、ミラーか、ここは おとなしくしときましょう、あーそこできたか、まあ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 、なるほど、いい、いやうまい、ロケットの命中力、まあ、来るの分かってるんですよね、やっぱり今のところも結構分かりやすいタイミングで来ちゃったかなっていうのがあるんで、ただ相手は見えてますよと、おー、危ねえ、やだ、危ねえ危ねえ危ねえ、見てなかったいやー、どうだ、いい勝負やな、なぜかなぜかいい勝負なんやな、いやーちょっと痛い、お互い痛いはず、いや俺は痛い、やばい、ちょっと待って、待って、待って、離せばわかる、
ちょ待ってミスター今なんで俺おっと、いやー相性悪かったけど分かりやすかったな動きが、やっぱりそうですね、その来るタイミング、クリティカルロケットめっちゃ撃たれたもんな。ラス位置いきましょう先生、やっぱ聞かれてない YouTuber が、あー、まあ、確かにかわいそうなんです、ね、はい、2分1、いやーこれでいきましょう、あ出た、あこれはライキ・ジョーンズ選手、おはい、アイドルネース、ああ出た出た出たアマチュア最強の男ロケもライトもあるのになぜスパーキーが大流行する理由とは、これはスパーキーいいデッキですよ、めちゃめちゃ、ね、題名特になしもうタイトル見ただけ誰のか分かっちゃうぐらいの、分かんねえデッキ、分かんねえマジでマジデッキが読めねえ、すげえすげえ、マジか、あ、わかったわかったかもしれない、あれだ、復帰ゴブ協力チャレンジじゃない、違う、あ、違いますか、あ、違う、違ったか、え、本当に違う、本当に違う、 OK です、行きましょう、はい、勝ちて、俺、相手のデッキ分かっちゃってるんでね、ライキ・ジョーンズデッキでライキ・ジョーンズを刺す相性悪いかな言いたいだけじゃないですか。あ、そっちの方か。あ、それは肝をした。え？うん。もうある程度。やっぱ協力バトルっぽいんだよな。やべ、これあれだ。さあ、いいぞ。ファルちゃん、お前、ちゃんと、ちゃんと当てろ、ちゃんと当てろ。あぶね。よし。で、なんか出す、はい。なんでや！よっしゃ、オッケー、ナイス。ちょっと手厚く手厚く、よし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 、あるあるある、ダックね、じゃあいい、おそっち、あーいやそうだな、ファルチェ守りで使った方がよかった、なんで美味しいよ。お兄さん。倍かな。倍かな、やっぱ。違う。やめろー。なんでこのミニペッカが優秀すぎた。はい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 。いやいいよ。いいよ。これは守りきれる。絶対。自信がある。ない。ないってない。いやこれは守れるわ。はい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 。いいですよ。いやダクネジャイ、ダクネジャイはもう絶対絶対ファルチェさん、絶対ファルチェさん登場、これはもう勝負ありましたでしょうと、甘すぎる、あまりにもこっからあまりにも甘すぎる、あいいじゃないですか先生、いやーこれはもう鉄壁ですね、鉄壁ですねこれは、寄せつけません、はい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 、あーい、ありがとうございます、ありがとうございます、いやーやっぱねライキ・ジョーンズ選手いいデッキ紹介しますねいいデッキ、はい、えみかんさん、あキヨキヨさん、あ、キヨキヨ先生ね、キヨキヨ先生、はいはいはい、最近強いデッキ使ってるんでね、あ、クラロワめっちゃ強いデッキ見つけた、6800到達環境デッキ、やめなさい
キョキョさん、骨骨スパーキーやばすぎ。相手タスクキルレベル。タスクキルしちゃうと。タスクキルさせます。OK です。お願いします。お願いします。さあ始まりました。勝ったなこれは。よし、わしも勝つ。バルーンじゃないですか。いやそれ言えないっすよ。あおも。違うな。うん？待てよ。待てよ。あの系か。はい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 。あ。ん？じゃいじゃいじゃいやっちゃうか。これはちょっとね、僕あんま見たことない。違って。わかんない。どうもです。まあ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 。うわあ、危ない。やべ。最悪最悪最悪。ああ。いやあ、いやらしいデッキ使っとるな。ユキさん、矢の雨入れがちですから、ね。矢の雨入れがち、入れがち。入れがち。え、ちょ待って。スパーキー入ってるんですよね。あ、出た。なんじゃこれ。すごいな、スパーキーからの。マジか。よし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 。すごい。で、倒せ。いけ。よし、おいしい。よっしゃー。ザップを打ってくる。あ、やな、あ、そうだ、やな、やった。痛い痛い痛い、ちょっと待って、痛い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 、はいはいはい、まだまだある、まだ参る、まだ OKOK、了解です、了解ですってなんや、了解です、了解です、まだ参る、まだ参る、いやー、全然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 、よしよしよし、一応一応ね、念のためうぜえ、タスク切るレベルやこれ。念のため防衛。くっそ、ちょ待って。ああもう。ああ。くっそ。舐められた。ああ。タスク切っとこう。合ってた。ああ今のは。あとトントンでしたかね。いや。だいぶ傾いてましたよ、だいぶ傾いてました、だいぶ傾いてました。若干マイク・ジョーンズ選手の方が強いという検証結果になりました。若干ね、またちょうどいいトントンのハンデを皆さんから常に私たち募集しておりますので、お願いします。オフシーズンはね、どんどんコラボを取っていこうというところで、ぜひ皆さん、僕たちにやってほしいハンデとかありましたら、ぜひコメントに書いていただけると幸いでございます。ふざけないでくださいよ。すぐふざけるふざけるの、ふざけるできないやつを、ね、ちょうどいいやつをお願いします。はい、というところで、じゃあ本日は、コラボしていただいたライキジョーンズ選手の、チャンネルリンク下の概要欄に貼っております。ぜひともね、コラボ動画も上がっているので、下のチャンネルリンクから飛んでみてください。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。この動画が面白かったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしく頼むぞ。